で早速憲法から見ていきましょう。第1問です。で、この第1問皆さん解いてみてどうでしたか。私はですね、個人的には非常にいい問題だと思っております。というのも形式的にはですね、今年の新司法試験に似せている。これ非常に素晴らしいなと思いました。今年の司法試験の問題は見られたでしょうか。今年結構衝撃を受けたという方も多いです。まず問題が見開き2ページだけ、誘導がすごい効いてる。原告がですね、こういうことをやってほしい、こういうことをやってほしいって書いてるんです。で、あくまで弁護人としてなんですけど、できる限り X の意向に沿った主張をしなさいみたいに書いてるんですよ。つまり書くべき点が絞られている。で、あんまり資料もなかった、そういった問題でした。で、今年のレックのね、第1回目の答弁は一応まあ法律はついてますけど、それに近い問題と言えましょう。で、さらに設問の配点もしっかりしている。弁護人の、失礼しました。原告の主張が4割。まあ、原告というか、今回は被告人ですけどね。被告人の主張が4割。検察官の反論ポイントが1割。あなた自身の憲法上の見解が5割。といったふうに割合も決まっている、ということです。では早速見ていきましょう。まず、X さんがどういう思いを持っているか。リクエストを見ていきます。2ページ目。まあ問題文はね、全部読んでもらった前提で、ここだけ見ていきましょう。問題文の2ページ目の2段落目に、X がやってほしいことがつらつら書いてあります。ここを非常に重要視しましょう。以上の事情により、X は同年3月5日、1日、本件条例53条1号が定める罪によって起訴された。X は、ここマークしましょう。腰収集業で請求を立てており、これを禁じられたら困る。これ丸一番としましょう。と思っている。また X は、交換板、おつかん板の設置により、基礎事実におけるゴミ収集所での腰収集が禁じられていることを認識していたが、ここマークしましょう。で、丸二って書きましょう。丸二。腰収集が禁止されている全ての場所に交換板やおつかん板が設置されているわけではなく、本件条例の規定のみからではどの場所において収集運搬が禁じられているか判断できないため、同業者が予期せず処罰されるのではないかと不安である、と考えられている。さらに X はそもそものこれマークしましょう。丸3って書いてマークしましょう。本件条例と廃棄物の処理及び清掃に関する法律が矛盾しているのではないかと疑問に思っている。この丸1、丸2、丸3、これを法的に構成させていくことが、求められているわけです。ただもちろん関連条文も大事になりますので、そもそも X を処罰する根拠である条文を確認しましょう。条例の13条の2です。で、こういうのはチェックして